はい、どうもこんにちは、パドロです。ということでね、今日もマリオメーカー2じゃなくて、実写動画やっていこうと思います。ということでどうもこんにちは、パドロです。はい、ということでね、今日は、ま、タイトルにもあると思うんですけど、顔出しについて、はい、話していこうと思うんですけど、私、パドロね、決めました。はい。近日、近いうちに、 顔出しします。行っちまったー行っちまったああ。まあね、今日顔出しはしないんだけど、近日ね、もうあの、配信環境、カメラとかかまだ買ってないんですけど、そのカメラとか、買って撮れるようになったら、顔出しします。ちょっとね、最近、すごいなんかこう、心に来る、なんか、影響したものがあってですね、 それが、あの、東京ゲームショー。まあ、このちょっと前かなこの動画上がる2、3日か4日前ぐらいに、東京ゲームショーっていうのがあったんですけども、いろんなゲームの祭典みたいな。そこで、いろんなね、配信者の人とか有名人の人がゲームとかして、こう、なんか、舞台に立ってマイクで喋ったり、ゲームしてんの見て、出てー俺も出てーって、思ったんすよね。やっぱ、顔出さなきゃ、 出れないんじゃないかって。そう、思ったんですよ。その時に、いいな、俺も出てな、っていうのと、同時に、いや、みんな顔出ししてんなって。うん。みんな顔出てるから、まあ、ここに出れてんのかなーって考えた時に、顔出しするしかないかなーって。で、ちょっとね、やっぱ怖いじゃないですか、顔出しって。だから、どうしよっかなって考えたんですけど、近日ね、もう近いうちに、 変わらしますここが動けてさ、こう、ここでも表現できるっていう、うん、こんな感じで、やっぱうん、面白くないね。面白くないけど、今の動きは。ここでこう表現できるこの、やっぱ、良さがね、やっぱあるんだよな、実写には。はい、ということでね、近日、ここから上が、見えると思うので、えー、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。ぜひこのパドロのゲーム実況チャンネルね、登録してたらいつか、 いつかというかもうもう近日、こっから、こっから上が見れるかもしんないんで、こうご期待ということで。ま、こうご期待ってほどでも別にないですけど、別に全然普通なんで。ま、ぜひね、チャンネル登録お願いします。じゃ上がったわ。うん。ちょっとだけ、やっぱじゃあ、ちょっと、今日これを見てくださった方がね、最後まで、この動画を見てくださった方に、特別にね、 顎だけ公開するか顎だけおおおお。唇はダメだよ、唇は。危ない危ねえ唇映っちゃったらちょっと危な。顎だけ今先行公開したんで、はい。どうですか顎だけでちょっとわかるなんか俺、こ、こ,こから上でもうこれで見張りしたらどうしよう。一応今顎だけ。ほら,ほら。結構、あ、サービス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 。サービスサービス、いいよ。危ない危ねい唇見えてるって。はい、ということでね。 ま、次回の動画でまたゲームするんで、しばらくはま、またゲームしてるんで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。